柏市議会議員選挙に立候補中の、渡辺邦博さんに話を聞きたいと思います。はい、ということで、本日も動画見ていただきましてありがとうございます。ただいま令和5年の8月3日木曜日、時間が、14時20分頃でございます。私、柏市に来ましたということで、今回お話を聞かせていただく渡辺邦博さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。動画をご覧になっている皆様、現在柏市議会議員選挙に立候補しております。37歳米農家農業党渡辺邦博でございます。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、農業党ということで、はい、農家をされているということですかね。はい、はい、ちなみにどういうこと、作物といいますか、はい、そういう、基本的には、はいはい、米農家をやっておりまして、はい、利根川沿いですよね。利根川沿いの田中調整池っていうんですけど、そこ遊水地なんですよね。はい、まあ、上流で利根川がこう氾濫した時はそこにまあ溜めるっていう、そういうところ、まあ、農道とか言われるんですけど、そういうところで米、稲作を中心に、はい、やってる米農家でございます。基本的に野菜はそんなに皆さんで家族で食べる分しかやってないので、まあ、専業米農家って言ってもおかしくないぐらいです、ね。あ、なるほど、はい、そういうことですね。法人という形ですかね。はい、あ、そうですね、法人に、はい、してその事業継承していこうっていうので、はい、自分をモデルケースとして今やってます、ね。あ、なるほど、はい、ということは、まあ、親の代からという形ですかね。うん、はいはい、ちなみに、まあ、法人、まあ、本拠地としては、まあ、はい、この辺り、ね。あ、そうですね、はい、千葉県の、はい、我孫子市に置いてます。我孫子市の方でということですかね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、米農家ということで、ちなみにまあ、選挙ね、公約の方を 見させていただいたんですけれど、まあ、柏市で作ったものは、まあ、柏市でまあ消費しようという話で、まあ、それはね、移動の手間とか、まあ、考えるとそれはすごく合理的だかなとは思っております。給食とかのね、まあ、材料といいますか、そういうのに柏さんのものっていうのは使われてるんですか。ね、はい、そうですね、はい、今現在お米に関しては 100% 柏さんのもので、まあ、あともちろん旬なものもありますし、まあ、全てが全てよりもね、うんうん、他の県だとか地域の方がまあ美味しくて安くてっていうの具材もある、食材ももちろんありますので、ただお米に関しては 100% で、野菜 もそう季節もの、今でいうとトウモロコシとかも友達の農家がですね、はい、朝こう取って、はい、出荷してるのをこう SNS で見たりして、はい、これから小中学校配達しますとか、はい、そういう農家さんもいらっしゃいますね。なるほど、まあ、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、先ほど利根川の話がまあ出たんですけれど、まあ、ちょっとね、時々というか日本ね、最近、まあ、自然災害も不安なところではあります。確かに春日部市の方に、まあ、地下の、大神殿っていうのかな、まあ、そういうのがね、まあ、ありますので、まあ、そういう意味で、まあ、位置的にはこの辺りは近いっちゃ近いですね、はい、50キロ圏内ぐらいですね。まあ、日本はね、そういう施設が、まあ、ありますので、今北京すごい大変なことになってるんですけど、まあ、首都圏にね、そういうものがあるというのは非常に有意義なことかなとは思っています。まあ、柏市、まあ、もう、まあ、おそらく防災対策といいますか、はい、そういうのはもうしっかりとなされているとは思うんですけれど、まあ、もしね、そういうのでちょっとこういうところ不備があるかもっていうところがあればですね、はい、適宜、まあ、市民の皆様お気づきになられましたら、またお知らせいただければと思います。はい、ちょっとすみません、思いつきで話をさせていただきました。でちょっとお聞きしていきたいんですけれど、まあ、政治家目指そうとなされたきっかけなどを教えていただければと思います。はい、そうですね、選挙権得てからですね、多分私の時代も20歳からだったと思うんですけど、はい、まあ、そのからはずっと必ず私は選挙に行ってました。投票にはずっと行ってたんですけど、はい、やっぱり政治家さんたちのその後の選挙終わった後の議会活動って全く見えてこなかったんですよね。行ったけど結局みんな何してるのかなっていうのがずっと疑問に思ってて、まあ、3年前かな、3年前にちょっと野田市の市議会議員の補欠選挙っていうのが補欠選挙だったので、あ、これの選挙でしたらやっぱり選挙どうしてもお金かかるじゃないですか。まあ、その供託ラインとかあるんですけど、これだったらチャレンジしても問題ないなってことで、まあ、チャレンジは決めてたんですよね。まあ、それからまあ堀江さんのオンラインサロンとか入りながら、まあ、そういうことで堀江も新党ってことで、はい、初めて選挙に出させていただいて、やっぱりもう選挙を通じてやっぱ皆さんに分かりやすく政治の世界、こうやって一人でも発信できる時代だからこそ、やっぱり皆さんと一緒に姿勢を見る必要があるなと思ったので、まあちょっと政治家の方をちょっと目指してみようかなって今も思っております。なるほど、堀江政経塾、堀江政経塾というか、もともとは堀江さんの HIU の方で、まあ、活動されてたということで、まあね、まあ、堀江さんのともね、我々
しずつ、まあ、関係構築していて、で、まあ、今はですね、堀江整形塾も月に、で毎回毎月定例会を、まあ、行っている次第でありまして、まああのね、あのそのまあその活動の一環みたいな形で、まあ、野田市で選挙が補欠選挙があって、まあ、参加されたということですかね。はい、まあね、あの補欠選挙ちょっと、まあ、補欠選挙であればですね、あの、まあ、基本的には待ちましょう、疲れますよね、一回交代しましょう、はい、はいはい、すいません、いやいや補欠選挙であればですね、はい、まあ、供託ラインはね、あの補欠、市議の補欠選挙であれば、うん、まあ、結構供託ラインもかなり、そうですよ、ね、あの低く抑えられるので、うん、低くといいますか、まあ、ハードル超えるのがね、あのすぐあんま難しくないですので、まあ、供託金も返ってくるし、ポスター代などもまあ返ってくるしということで、まあ、比較的取り組みやすいのかなと、まあ、思いますので、まあ、それをきっかけにということで、ちなみに今回何回目の選挙ですか。今回5回目でございます。5回目で、はい、なんか結構、はい、なかなか珍しい候補だと思うんですよね。そうですね、どんだけ出んねんみたいなまあ私も4回出ておりますし、はい、まあ、でもね、あの一度出てしまうと、うん、なんとなくね、その最初のハードルといいますか、そうなんですよ、ね、そういうのが、ね、なくなって、意外と、まあね、あの なんですか、もともと持ってた先入観というか、うん、選挙に対する、まあ、ハードルみたいなものは、まあ、結構消えたかなとは思います、ね、そうですよね、はい、というわけで、はい、ちなみに選挙戦、はい、手応えどんな感じですか。これまあ正直な話、今自分がもちろん感じていることなんですけど、はいはい、やっぱりもともと農業と、自分は、はい、農業のことをやりたくて、その野田の補欠選挙も出てみたし、うん、やっぱり農家さんたち、周りの農家さんすごく頑張ってますし、うん、なんだろうな、本当にお米の値段20年前の今半額なんですよ、うん、正直言うと。でも皆さん作ってて、でも機械だったり肥料は高騰してますし、やっぱりどうしても削られちゃってる部分、正直農家さんもあるので、まあ、その部分をどうしても訴えてほしいっていう側面と、やっぱり選挙に出るハードルが高すぎるんで、まあ、それはこれからも低く、なるべく低くしていきたいなと思うので、あ、どうですか、はい、ごめんなさい、はい、って思うので、はい、そうですね、まあ、引き続きこうやって発信を大切しながらやっていこうかなって思っております。はい、あのね、あの渡辺邦弘さんの、ね、YouTube チャンネルも動画がたくさん出ております、はい、特にね、あのもう縦型動画っていうのかな、まあ、ショート動画ですね、結構最近はまあお流行りということで、まあ、スマートフォンでも、ね、すぐ見れますし、まあ、あまり長くない動画でありますので、まあ、有権者の皆様にとっては、ね、投票行く前のまあ、一つの、ね、決め手みたいになりやすいのかなとは思います、はい、ということ で、ね、何本アップしてますいやもう3桁、いや3桁は行ってないんじゃないですか、ね、行ってない、でも、まあ、3桁いくぐらいの勢いです、ね、そうですね、1日10本あればすぐ70本ですもんね、はいはい、そうですよね、そうですね、まあ、あのね、あの告示前から、うん、まあ、コツコツと、まあ、上げられててということで、はい、はい、いえいえ、まあね、あの今回 の、ね、あの選挙に向けて、はい、まあ、インターネットチームみたいなのもね、しっかりと活動していただいて、うん、あの私の方からもあの、はい、お手伝いいただきまして、あの感謝しております。ありがとうございます。はい、ということでですね、あのぜひ、はい、橋橋の皆様、はい、まあ、しっかりと、ね、インターネットの活動をはじめとして、まあ、今後もですね、まあ、仮に当選した後しっかりとインターネットでの発信もしっかりしていただくと、いただける渡辺邦弘さん、私応援しておりますので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。最後に何か一言ありましたら、はい、そうですね、やっぱり電話番号を公開してるっていうことが非常にやっぱこれ大切なことっていうのは、まあ、選挙戦を通じて今も感じてるんですけど、やっぱ日々電話かかってくるんですよね、はい、であなたの候補を見たよ、はい、でここの部分はすごくいい、またまたゴミ袋ずっと私も疑問に思ってた、今回の候補者の候補全部見たんだけど、ゴミ袋について話してくれてるのを君だけだから、もう君に決めたと、まあ、そういうお電話いただけますし、はい、まあ、候補にももちろん電話番号を載せてるので、はい、やっぱり電話番号ちゃんと公開して皆さんと向き合う姿勢があるっていうのは、はい、本当に市民の皆さんに伝わってると思いますので、はい、なかなかいい感じで進んでると思っております。はい、ありがとうございました、はい、ぜひですね、はい、あの渡辺邦弘さんのご投票をよろしくお願いいたします。はい、では、では柏市の方から、失礼いたします。ぜひとも渡辺邦弘さんへのご投票よろしくお願いいたします。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。